トゥーナーフィッシュのボトルを集めていきます。今回はここコーニークロックスです。まず一つ目はこの畑の西端、ここもう一つがここ、そして最後の三つ目が北に行ったところのここです。一つ二つ三つですね。これでコードネーム GRN を獲得することができました。それに伴いコードネーム ELF を獲得することができます。